皆さんおはようございます、えー、生きる哲学クラスの企画と運営を担当しております野田と申します、えー、生きる哲学クラスでは人生におけるさまざまなジレンマを哲学していくことで人生における本質的な選択ができる洞察力を養っていきたいと思います、えー、仕事の選び方やワークライフバランス出世や自己実現、えー、など都市で生活している朝大学受講生ならではのテーマを中心に哲学的な対話を重ねていきたいというふうに思います 講師は nhk のののマイケルルサンデルハーバーバド白熱教室の解説者としても有名な千葉大学の小林雅也先生です小林先生は民放の情報番組でもコメンテーターを務めていらっしゃるなど、えー、哲学初心者の方でも分かりやすく、えー、かつ、えー、深い内容を学べるようナビゲートしていただけます、えー、どんな方に来てほしいかというと、まあ、まさに今の話を聞いていて、まあ、またはカリキュラムの内容を見てです、ね、何か気になるなピンときたなという方にぜひ来ていただければというふうに思います、えー哲学 をするのに早いも遅いも、えー、とはありませんので、えーまあ、気になった時がタイミングということで、えー、ぜひその共感した仲間とです、ねえー、哲学していければというふうに思います。それででは教室でお会いしましまょう